SCP-109。アイテム番号 SCP-109。オブジェクトクラスユークリッド、ホイ109、一を参照。特別収容プロトコル SCP-109 は現在、第7低重量保管ユニット内にあり、能動的監視を必要としません。研究施設への移送、またはセキュリティクリアランスレベル3以上の職員による利用を除き、ユニットから移動すべきではありません。SCP-109 を元の場所に戻す場合、職員はそれが固く閉まっており、成形台座に直立した状態で置かれていることを確認してください。説明 SCP-109 は、米陸軍標準支給品である錫合金製の水筒、およそ1899年頃のもの、で、ヘビーコットンのカバーと黒い革バンドが取り付けられています。開かれた時、当物品は水でほとんど満たされているように見えます。一見した限りでは、水位や当物品の質量、3.16kg のまま固定、は変わらないまま、水を無制限に容器から取り出すことができます。容器内部の調査では、推定量 2.8 リットルであり、外見と矛盾しない形状であることが判明しました。SCP-109 の水はわずかに青灰色の色合いであり、錫 20ppm、他の電解質 170ppm という濃度を示しています。水温は19度で一定のままですが、別の容器に移した場合、加熱あるいは冷却することが可能です。ホイ109、1サイト19へ当物品の引き渡しが行われた当時、それは政府のオブジェクトクラスを与えられていました。当物品への試験を実施した結果、試験結果を取り巻く不確実性により、室長がオブジェクトクラスをユークリッドに引き上げました。ホイ109、につい先日、博士による請求が受理され、SCP-109 の水で彼のオフィス内のオクラを育てる許可がおりました。博士がこの目的のために毎週金曜、SCP-109 をわずかな間使用することはスタッフに通知されるべきです。ホイ109、3、新任の D クラス職員にたびたびボトルを開けさせようとしているという話を耳にしました。各監視員は自分がそのような活動を止めさせるためにいることを思い出し、また D クラスには SCP-109 が底なしであるという事実をちゃんと教えてください。一気。などと囃す行為はプロフェッショナルがやることではありません。クライン博士。追加情報 SCP-109 の一連の運用試験のため、この説では試験結果を時系列順で記述しています。機密性のため、日時の表記は差し控えています。試験1 SCP-109 の水を摂取した被験者は、それが非常に爽やかで、金属の含有にもかかわらず非常に美味しかったことを報告しました。被験者の尿サンプルは正常でした。試験2試験1の追跡試験では、SCP-109 の水を摂取させる前に、被験者を丸1日脱水状態にさせました。被験者が尿サンプルを提供できなかったため、試験は未完了です。試験3被験者は SCP-109 の水で入浴しました。入浴後、気力が湧いて、血色がかなり改善されたと被験者は報告しました。試験4 SCP-109 の水によって培養された連鎖球菌は活発かつ急速に増殖しました。連鎖球菌感染症にかかった被験者に投与された SCP-109 の水はほぼ全てのバクテリアを殺菌し、24時間以内に全壊させました。試験後 SCP-109 の水から作った代用血液を飲酒運転者に引かれた歩行者に輸血しました。被験者は輸血によるいかなる悪性症状も示さず、全壊しました。被験者の理学療法、リハビリテーション、は6週間早く終わりました。試験6 SCP-109 の水を様々な植物有機体に投与しました。それらの全ては非常に健康なままで、有害な兆候を示しませんでした。しばらくの間議論されてきた試験提案の一つとして、SCP-109 と SCP-402 の組み合わせに関わるものがあります。物品の一方、または両方を失う可能性、危機的な状況を生み出すリスクのため、この試験は一度も行われていません。